新しくろ過装置を自作しました。今までのあらすじ。今年の6月、亀太郎がエビ繁殖水槽を作りました。亀さんたちの餌になる南沼エビを繁殖させようと思って作った水槽です。しかし、エビは全滅してしまい、失敗に終わりました。エビがいなくなり、ただポンプで水を流しているだけだったのですが、もったいないので、亀太郎がろ過装置を作りました。今日は、そのろ過装置の作り方を紹介します。それでは、ご覧ください。こんにちは、亀太郎です。こんにちは、シャキです。シャキちゃん。何？6月に作った、エビ繁殖水槽なんだけど。やっと、リベンジする気になったか？それは、そうなんだけど。何？けど、って。エビがいないから、ただ、水を流してるだけだし、ろ過装置を作って活用しようかと思って。よくわかんないけど、いいんじゃない。けど、エビは、まだ諦めないでよ。わかってるよ。エビの繁殖も、そのうち、ちゃんとするからさ。期待してるからね。じゃあ、ちょっと、買い物に行ってくるね。亀太郎って、なんか作るってなると、嬉しそうなのよね。買い物に、行ってきました。ホームセンターに行って、いろいろと買ってきました。今回は、これらの材料を使って、ろ過装置を作っていきます。今回のろ過装置は、単純で、簡単に作れるようにしようと、考えました。亀太郎が、簡単だと思っても、シャキにとっては、いつも難しいのよ。シャキちゃんは、あまり考えなくてもいいんだよ。こういうのは、俺がやるからさ。亀太郎は、本当に、何か作るのが好きよね。それぞれの数量は、この通りです。タイプ類は、1メートルもいらなかったんだけど、最小単位が1メートルだったんだよね。かかった金額は、この通りです。全部で、2480円でした。それでは、これから、作っていきます。
チが完成しました。思ったようなものはできたの？うん、できたよ。頭の中で考えていたものができたからよかったよ。今、ろ過装置が一つあるでしょ。今回、新たに一つ作ったから、ろ過装置が二つになったよね。これで、池の水がもっときれいになるの？うん、わかんない。なんなのよ。意味がわかんないよ。ちょっと、作ってみたかったんだよ。どれくらい効果があるのか。わかんないけど、様子を見ていこうよ。何にもないよりかは、良いと思うしさ。そうね。結局、もう一つのろ過装置も、改造しました。まとめです。では今まで使っていたろ過装置と比べながら今回作ったろ過装置を紹介しますね。まず冗談ボックスですが、ブラックマットを使用して物理ろ過ができるようにしています。熱帯魚水槽の上部ろ過装置を参考にしました。これは今まで使用していたろ過装置の下段ボックスです。こんな感じで作っていました。全く同じ形にしても良かったのですが、今回は違う形にしてみました。これが今回新たに作ったろ過装置です。下段ボックスはそこから水が上がってくるように作りました。この形の方が作るのも簡単だし、良いかなと思ったのですが、ろ過能力の違いはわかりません。透明のボックスにしたので、ヘドロが溜まったのも見えるし、今までのろ過装置よりメンテナンスしやすいかと思っています。ちなみに、ろ材は、鉢底石を使っています。ろ過装置と、エビ繁殖水槽は、こんな感じになりました。だんだんと、ごちゃごちゃしてきたね。これは、もう、
亀太郎じゃないとどうなってるのかわからないよ。エビ繁殖水槽の上に新しく作ったろ過装置を置いただけだよ。よくわかんないけど完成してよかったね。うん、よかった。あとエビ繁殖水槽を成功させてね。今年の夏はかなり暑かったからエビ繁殖水槽の水温が35度くらいになってたんだよね。暑さが原因で全滅したんじゃないかと思うんだよね。涼しくなってきたから今度は成功するかもしれないよ。そうだね。ちょっと南沼エビをお迎えしないといけないね。近いうちにエビ繁殖水槽のリベンジに挑戦します。頑張ってね。リベンジができたら夢の自動エビ供給装置の完成だわ。増えたとしてもまた夏になったら全滅しないか心配だよ。亀太郎、早くエビを食べさせてよ。本当だよ、早く食べたいよ。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ブログやっています。遊びに来てね。これからもよろしくお願いします。